玉塩ラーメン1つ、あと醤油ラーメン1つ。お待たせいたしました。秋田ハイブの塩と醤油ラーメン。はい、はい、ごめん、はい、はい、食べます。え、何これ。あ、すごい。あ、これがトーマスフェア。へー、すげえ。初めての右折。怖いな、これ。すごい。すごいね。すごいね。これは、テンション上がるやつじゃん。すげえ。ここ渡れるの？へえ、おお、来た。すごい。すごいね。これが来たかってやつじゃん。ここ電車が走るんだよね。ねえ。ここトーマス走ったら迫力あるな。顔近ってなるよ。あ、なんか来たよ。列車。お。走る。せーの、いい音じゃん。いやでもこれは贅沢だぞ。いただきます。あー、なんか渋い。何かと思ったら。おお、こんな風なんだ。
展望テラスとかあるよ。なんかさ、かわいいよね。切符みたいになってる。あ、そういうこと。レストラン行き。かわいい。下に参ります。一番右だ。山側の部屋だってね。部屋からは SL は見れないんだ。見れないです。入ってすぐ左手にキッチンがあります。すげえ。冷蔵庫もあるじゃん。冷蔵庫でかいんだけど。だってこれ。あ、普通のでかいじゃん。あ、冷凍庫もある。家で使ってる。と電子レンジ。すごい。でここが棚。棚。客も。まあ、棚、ね。あるのある。あ、なんもないか。あ、でもそういうのはないんだ。ない。で右手は姿見と。まあ、ちょっと大きめのクローゼットと、なんか大きいね、バスタオルと金庫で、トイレ、あ、ユニットバス、綺麗だね、めちゃくちゃ綺麗じゃん、ね、お風呂広めだし、広めだね、広めだ、で、あ、なんか可愛い、川根温泉ホテル SL、 あ、本当だ、柄がなんだこのゲジゲジと思ったら SL か、 SL、 これ煙だよ、あ、本当だ、なんか可愛いね、へえ、グリーンティーの香りで、トイレはもちろんウォシュレットで、奥はあ、ダブルベッドだったか、クイーンベッドか、その上には浴衣、あ、S、 電車時刻表とかあるよ、時刻表、あ、これ見てね上の展望デッキに行きゃいいのか、これ可愛いね、なんか電車の何かと全部あれだ ね、お茶がなんか本格的だし、あ、なんかすごい、すごい、あ、でテレビは壁掛けだからいい ね、 ね、小スペースで、眺望は、あ、お茶畑が見えるじゃん。ひどいな。マッサージ車。牛乳100円だもんな。安いね。全然気づかなかった。あ、本当。はあ、食べた？うん、食べた。やっと。コーラ。なんかグリーンサラダがすごいね。すげえ。ごぼうサラダ、なんかごぼうサラダおしゃれね、うまそう、サラダもなんか旨味どりのサラダ、なんかやっぱ料理のレベルがすごいな、なんかおしゃれだね、おしゃれだね、タコのカルパッチョ、モロヘイヤ、小松さんなの水だって、クラ、いや、バリムーだあー、これね、これもいいやつ、これアラジンだって、あ、でパンがあ、にステーキあるじゃん、ビーフステーキ、すごい、すげえ、アナゴ飯、とろろ汁、すごい、すごいね、茶そばに、茶そば取ってみる、あ、取ってみようか、ジャンキーな。シューマイ。
これは何だ、若鶏のココナッツクリーム煮、赤魚とアサリの蒸し焼き、麻婆茄子。何それ、フリット。これすごいね、これすごいね、こんなのあるとは。これ海鮮がすごい、あとでこれか、海鮮丼しよっか。ほんとしかも酢飯だって。へぇ、カレー、カレー、はい、どう、マダ汁って何、わからんね、味噌汁かな、かな、でもそう、なんかたくさんある、わかんなかった。へぇ、あ、ほんと水まんじゅういいね。あと何、パフェが作れる、オリジナルパフェを作ろうだって、子供が喜ぶやつだ。あ、ぶどうもでかいよ。ライチ、あとアイス、すごくない、これノンカフェイン、こっちノンカフェイン、で、カワメ茶があってコーヒー。こんな、子供よ、これ何取ってけんの、めっちゃいいじゃん、すげえな、すごいね、あ、何これ、すごいな、すごすご、キッズコーナーだって。はい、乾杯。染みるわ。やば。肉から行こっかな。じゃあまず野菜。うん。すごいね。めちゃ豪華じゃん。どうすか。美味しい。すじこうまい、すじこ美味しい。ステーキすじこ丼。ステーキすじこ丼、すごい贅沢だ。まずステーキ、そしてすじこ。何それ、まぐ、頭が悪そうだ。もう税の極みだな。ケーキを、すごいね、いっぱい、なんかおしゃれなケーキだね。ファミリー部門全国1位。朝食、朝食4位じゃん、どういうことだ、1位と4位は何だ、中部エリアで1位で全国4位、あー、そういうこと、ビュッフェ3位、全国、中部エリアは1位、全国3位、あ、すごいじゃん、すごいな。へー、すごい、記念撮影、かぶってみる？ちょっと縛ってるからうまくかぶれない。あ、これ昔の切符？とりあえず、わあ、すごい、トーマス、いいベビー用品も充実。あ、すごい。まあ、朝も、なるほど。ブロッコリーないよ。
ょっとハムがあったり、タラコがある。すげえ、桜えびだ。いいね、朝から朝ラーじゃん。ワッフルある。ワッフルうまそう、めっちゃいいやつ。抹茶ワッフル、すごい。なんか豪華だったね、やっぱ。いただきます。うん、卵めっちゃうまいな。それもパンに挟んだら最高。ね、マジうまいこれ。朝ラー。チャーシューもあるよ、2枚入れといた。うまいよ。安いよね。そう、1個買う？カボチャ。一番重いのはこれかな。じゃあそれ。いや。あ、それも100円。すごい。めっちゃ入ってるよ。シリだ。3本ならいいじゃん。3本入ってる。すごいね。50円。入ってるよ。60円だって1個買われる。
釣り2人分、はいはい、それ使いたいです、はいはい、餌は何にしますか。一応イクラと、はい、ミミズと練り餌とあります、はい、一番釣れるのは、まあ、イクラが今日は9割無償ぐらいはイクラですね。じゃあイクラでイクラは1個イクラに。いや、イクラは330円。あ、ごめん、ちょっとそんな、はい、そんなつもりじゃなかったんですけど。そうですよね、はいはい、寒い。いや、普通に日本語的にそうなるじゃん。すごいな。返却場所？借りる場所？これ返却場所って書いてあるけど、まあいいか。長いね。めちゃくちゃ長いじゃん。あ、違う、こっちやん、こっち。返却場所って書いてある。消毒済み。長いね。天井に引っかかるもんね。こんな長いの？よし、じゃあ行こうか。あ、借りるのあっちですよ。そこ返却用の。はいはい。あれは間違えるよね。当たらんように。すごい。あ、ここで釣るんだ。奥の方行く？すごい。じゃあここで釣るか。あまり遠く行ってもしょうがないもんね。ここで釣ります。これでいいな。うん、それで投げる、入れる、あとは普通に、うん、いいよ、ポチャンでいいよ。釣れた。あ、釣れた。でも釣れてたんじゃないか。釣れてましたね、今。ね、ちょうど。浮きが沈む前にも釣れてたんじゃないか。はい、ありがとうございます。やった。嬉しい。知らん間に釣れとった。来た。やった。釣れた。ありがとうございます。数じゃないからね。あとは大きさだった。確かに大きさか。大きいやつをゲットしてください。はい。2匹。2対0ですよ。2対0。頑張れ。やったじゃん。やったじゃん。もっと、なるほど、顔の横、あ、びちゃびちゃ、いいね、いいね、でかいよ、でかい。さあ、今回の釣果は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ほんと、ちょうど10匹。おー、すごい。すごいね。すごい。10匹。じゃあ私6匹かな。そうだね、俺4匹ぐらいだな。すごい。めっちゃ滑るよ。ちょっとね、遊んでるわけじゃないんだけどさ。大丈夫ですか？すごい。炭って買うか。はい。あとは
空いてるところが今ない。今ない。塩、あ、塩。塩そこにある。あ、塩そこ、はいはい。塩塩。撮ってる。そう、それで美味しそうに見える。これをやらんと美味しくない。あ、すごい。人は塩も切ります。これでいいね。はい、ありがとうございます。そういうこと、うん、どれ使うか、ね、これが開くもんね、多分。うまそうじゃん、ね、焼きそばもうまそうだな、うん、いいんじゃない？ほら。すごい。ねえ。うまそう。いただきます。これ暑いでしょ。暑かった。あ、うまいよね、うん、まあ、さっきまで泳いどったもんね。それを自分で釣って、自分でさばいて、自分で調理して、火は人だったけど、うん、それさっきもやったのか。でっけ、水だよ。でっか、これ餌にしたらたくさん取れるやん。あー、キモすぎる。最初ヘビかと思った。すごい。